11月19日は日本の広範囲で部分月食が見られます。お天気が気になるところですけれども、はい、天気図で見ていくといかがでしょうか。はい、19日はですね、午前中に北日本を寒冷前線が通過して、はい、一時的な冬型の気圧配置に変わってきます。はい、はい、まあ、ですから北陸から北の日本海側のエリアではちょっと雲が多いかなという状況ですね。はい、にわか雨、にわか雪のところもあるかもしれません。はい、では見えるかなマップを見てみると、まあ、でもバッチリ見えるエリアも結構多いですね。そうですね、東日本から西日本の太平洋側の方は比較的、見えるチャンスが高そうです。はい、日本海側はですね、今申しましたように、まあ、冬型のお天気分布ということで、にわか雨があったり、まあ、北海道ではにわか雪があったりという状況なんですが、雲と雲の間に隙間はありそうということで、チャンスはゼロではないぞと、チャンスありのエリアになっています。はい、ぜひ隙間を狙って空を見上げていただければと思います。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。